アメリカ大統領選を混乱させたのは中共ウイルスと関係がある。パンデミックによって36州が投票手続きを修正し、基準を引き下げるという歴史上前代未聞の事態が発生した。ライブ投票のカウント画面に突然、中国からの SF エクスプレス配信が映し出され、ネットユーザーの間で熱狂が巻き起こった。 中京の中央投稿の元教授で、現在アメリカ在住の雑賀氏は次のように述べた。カウントシーンで SF エクスプレスエンベロープのビデオがリリースされるとすぐに、投稿へのコメントの80から90%がほぼ同じ口を揃えた。その組織は統一されたようで、語毛、小粉校は隠蔽の言い訳もなく、本当に言葉だらずになっているようだ。 ユーザー名、青山乱は中国人は投票用紙すら知らない人々であるが200年以上にわたって選出された国を軽蔑しているバイデンの堕落ハードディスク性的暴行の扉に目をつぶる彼は討論シーンでのトランプとの2対1のギャングの戦いが非常に気になる中共メディアはトランプが選挙に敗れたポンペオは別の仕事を探すしかないと報道したと述べた ユーザー名、沈黙の力。何万キロも離れた無関係の人の運命をここまで気にするとは思わなかった。普通の中国人の私はアメリカ大統領選を何十年も気にしていない。誰が当選しても関係ない。でも今年は初めてこんなに気になる。選挙の情報が更新されるたび、気分も浮き沈みし、興奮し、緊張している。と言った。 ネットユーザー総勢によると民主党の露骨な詐欺が横行しているバイデンもオバマもヒラリーも中共を支持する鬼畜どもはみんな地獄に落ちろもしバイデンが当選したらアメリカにとって最大の屈辱であり善良な人々への冒涜となるだろうトランプ氏に神のご加護がありますようにと言った。ネットユーザーザ風は、 中国のの正義の人たちはトランプ氏を支持している。トランプ氏が人類の道徳、要心を守り、民主主義、自由、人類の普遍的な価値を支持する。トランプはアメリカを再び偉大なものにするだろう。共闘上では、中国では投票がなく、共産党に反対することはできないが、それを受け入れることを余儀なくされている。 共産党がどれだけ悪事を働いても、どれだけ多くの人を殺しても、私たちは反対できない。アメリカ大統領選が気になるのは生まれて初めてだ。こんなに人類の将来が心配になったことはない。私はただ神に祈り、人類が悪に打ち勝つために助けてくれるのかと尋ねた。神は私に恐れるな。トランプは選ばれし者だ。 この瞬間、私は涙が出てきました、と報道した。